こんにちは、大宮まりです。今日は皆さんに重大な発表があります。この度大宮まりは本を出版します。今年の4月から動き始めて10月20日に出版することが決まりました。本を出すのは初めての挑戦だったけど、書き始めると皆さんに伝えたいことが次から次へと出てきて、ぜひ読んでいただきたい素敵な本になりました。本のタイトルは諦めるための占い、幸せになるのはそんなに難しくない。諦めちゃうのって思われ方もいますよね。確かに諦めるっていう言葉には、やりたいことを断念する、途中でやめるなどネガティブなイメージがありますよね。でも諦めっていう漢字の語源は明るいっていう字を使った諦めで、仏教語では真理、道理を明らかにするという意味なのです。私たちはよりよく生きていきたい、幸せになりたい、お金の苦しみから解放されたいなどと考えてしまいがちですね。そしてこれらは誰しもが持っている当たり前の欲求だと思います。だけど人生は思い通りにコントロールできないことの方が多いですね。しかし自分の思い込みを良い方向へコントロールできる人は人生を思い通りにすることができるんです。私の本を読んだら、ぜひ死ぬまでにやりたいことをベスト10を書いてみてください。実現できましょう。本当にあなたが正しい諦め方をしたならば、諦めるための占い、10月20日に出版です。ぜひお読みください。ありがとうございました。